はいどうも、チュープロです。プロレス界の重箱の隅を作る内容を毎日お一人語りでお送りしております、こちらのチャンネル。今日の話題はこちらになります。はい。なぜイービルはこれほど短期間にこれほど嫌われてしまったのかということですね。今やイービル選手といえば、もう本当に新日本プロレス切っての、ヒールというよりも、本当になんか嫌われてるアンチの多いキャラクターになってきてしまったかなというふうに思います。ちょっと前まではね、どちらかというと吉橋選手、よっちゃんとかね、かなりブーイング対象だったというような気がするんですけども、なんかそこをまたもうちょっとかなり凌駕して、その先日のドーム大会とかでも、メインが終わった後にちょっといろいろ介入とかあったみたいなんですが、そこにおいてもなんかブーイングできないご時世ですが、拍手も何も飛ばず、なんかすごくシーンとしてしまったみたいなことがあって、これがヒール的なその嫌われ方というよりも、なんかそのみんな割とうんざりしちゃってる感がすごくあるかなっていうのを、なんかそういう、スポーツナビとかの、ね、コメントなんかを見ていてもすごく感じます。なぜこんなに急激に、イービル選手が嫌われてしまったのかということですね、ちょっと考察していきたいかなというふうに思います。まずですね、言葉が足りなくてもオーバーした選手はいるということです。イービル選手といえば、そのロスインゴを脱退した直後に内藤選手との接戦を通じて、やっぱりその言葉でどうしても内藤選手に負けてしまうと、なんていうのかな、そのロスインゴを抜けただとか、その自分で独立して何かをやっていくっていう時の言葉、自分の中での確固たる芯みたいなものを言葉で示すことができなかったという部分で、ちょっとそこで一歩引いてしまったところっていうのはあるかなと思います。ただ、この言葉マイクであるとか、そういう言葉というものが足りなくても、やっぱりその実力の部分で、やっぱりその上回る活躍をしっかり見せてね、結果を残していって、ファンに納得させるという選手は今までもいっぱいいたわけですよね。例えば小林健太選手もそうですし、それこそ今の新日本でいけば井伏浩選手とかもそのタグに入りますよね。やっぱり言葉がうまく出ない、例えばあとはノアの塩崎選手とかもそうですよね。言葉が足りない分、その自分の実直なレスリングをしっかりと見せつけるというところになってくるので、この言葉という部分は確かにマイナス要素では1個あったと思うんですけど、ここが本質ではないんじゃないかなというふうに思います。でもう一つ次にですね、ロスインゴの脱退時は、バレットクラブではなくユニット結成すべきだったって、これ僕も前にも言ってたんですけど、やっぱり身の振りというところはちょっと間違えてしまったかなというふうに思いますよね。例えば IWGP とか、その今のね、世界ヘビーとかね、を目指していくというポジションを作っていくんであれば、ロスインゴベルナブレスジャポンという大人気なユニットを脱退した後は、やっぱりね、自分のユニットを作るべきだったと思うんですよね。自分がしっかりと大将になるというポジションをね、作れるため のユニットを作るべきだったかなというふうに僕は思ったりとかします。ここはですね、バレットクラブに入ってしまったのであれば、それはそれでありだといいとは思うんですけど、入るのであれば、やっぱりその例えばジェイ・ホワイトであるとか、それらのいる、要は誰がリーダーだかはっきりしないような状態をですね、もうそこをそれこそ実力で、もうそれこそ場合によっては戦ってもですね、自分がリーダーであるというものを示すべきだったかなというふうに思うんですよね。そこはなんとなくそのロスインゴからバレットクラブに移籍し、で結果としてそのトップであるのかどうなのかもよくわからないような状態というところで、自分のその置かれているポジションをそこで上げることがなく、その後に結果として2冠とかを取っているわけですけども、その要するに自分のポジションが上がらないのにベルトだけが先に入ってきてしまったので、そこでファンの中での違和感みたいなものというのもすごく出てきちゃったんじゃないかなというふうには思います。そして最後ですが、金的介入、ここに皆さん結構言及されている方がやっぱりすごく多いなと。なんかファイトスタイルがそのダーティープレイ、ヒールファイトみたいなものっていうのがすごく納得いかないと。新日本プロレスの崇高なる戦いでタイトルマッチとかでこの介入っていうのはどんなもんなんだと、本当に良くないとかっていうことを書いている方が多いんですけど、でも思い返してみれば、やっぱりその金的とか介入であったりとかしても怒らない選手っていうのはやっぱたくさんいたりするわけですよね。例えばゲドウ選手なんかが金的かければいいわけね、かなりやっぱり面白いわけですし、矢野選手もそうですよね。それから介入とかに関してもやっぱりジェイ・ホワイトとゲドウなんかの介入なんかもね、 IWGP のヘビーの試合で行
行われていますが、この場合でもブーイング当然起きます。起きるけど、どちらかというと嫌われてるっていうよりもやっぱヒールとしてのJ.ホワイトに対するブーイングだったりとかすると思うんですね。でここで何が言えるかっていうと、はい、金的介入が結局そのイービル選手に似合わないっていうところがやっぱり一番大きいんじゃないかと思います。やっぱイービル選手といえばやっぱりその直上的な直線的なファイトスタイルですね。あの小細工をあまりしない、真っ向からドカンとぶつかり、体は小さいながらも、弾け飛ぶような攻撃というところがですねやっぱり売りであったんだけど、そこを無理にヒールという解釈を入れてしまった結果、やっぱりその金敵とか介入とかっていうその似合わないものをやっぱり加えてしまうことによって、結果としてファンもその部分に関する違和感をモヤモヤとして抱え込んでしまい、その抱え込んだものがヒーベル選手自身に対する批判として現れてきてしまうんじゃないかなというふうに思います。非常にやっぱもったいないかなと思いますよね。ヒーベル選手もそうですし、あの東郷選手も本当はむちゃくちゃいい選手なので、こんなところでね評価を落とすのってすごいもったいないかなというふうに思ったりとかします。これからまたタイトルマッチとかにね絡んでいくような立場になってくるわけですが、やっぱり求められる部分としてはあのヒールスタイルのマイナーチェンジかなというふうに思います。同じ別にヒールファイトでもいいと思うんですよ。凶器使うんだったらそれこそ椅子ですね。椅子使ってもバッカンバッカンぶったたいても、とにかく完膚なく街に叩きのめすとか、とにかくヒールであっても直線的なあまりその駆け引きとか小ずるいタイプのファイトではなくて、本当にそのイービル選手一目ば渡辺選手らしい直線的ないいファイトを心がけていった方が、例えばそれがヒールファイトであったとしても突き抜けたものを見せていけばファンは納得するんじゃないかなというふうに思ったりします。まあ今のスタイルをね極めて極めて極め続けていけば、ひょっとしたら最終的にファンもまた手のひら返してくるかもしれませんけど、まあ茨の道かなという感じがします。はい、というわけで皆さんはどのように感じているでしょうか。コメント欄に書いておいてもらえると嬉しいです。ということで今日はですね、イービル選手がなぜこれほど短期間までに嫌われてしまったのかという話をさせていただきました。今日の動画面白かったという方はチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いいたします。それでは今日はこれで終わります。チューブロでした。